今からセリーヌ・ディオンさんのタイタニック・マイ・ハート・ウィル・ゴー・オンを歌います。アイシングはそのセリーヌ・ディオン、タイタニック・マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン。Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go home. Far across the distance and spaces between us, youシハラヒデオです。イメールのアドレスはアインシュタイン、明日の朝見て。待て待て、切るな。おはよう。
そう。わあ、お腹すいた。朝ごはんちょうだい。おはようございます。おはようちゃん。おはよう。どうしたの？何かもしれない。聞こえる音声に関してはこちらの京都サウンドラボラトリーの尾藤壮吾さんに制作を委託していたのですが、最新鋭の音響技術やサウンドスペクトログラムからの音響生成の研究、尾藤さんはもともと大学で音響の研究を行っていたのですが、京都の街に強い愛着を抱き、古都京都ならではの古の音の収集のためにこのラボを作られたそうです。古の音、ええ、通りで狙われるの機関だ。深夜英語いえ、うちは国防省だったらよかったんですが、 FBI の天敵 NSA です。国家安全保障局がなんで救済の子供、人間の脳みその神秘ですよ。なんだって。 NSA はレーガン時代に新しい暗号システムの作成を命令されました。外国にいる工作員を守るためです。で、莫大な費用をかけてスーパーコードを開発した。それがマーキュリー。
解読不可能の暗号です。 NSA は暗号を守るため子供を殺すと何度かもう襲ったはずです。私の部のチーフが多分命令を出してる。私はただ暗号を開発してるだけで、そういうことはさっぱり。暗殺は日常茶飯事なのか、それとも上司が異常なのか。